その昭和天皇の歴史 その真相についてね、バーバミニの本が初めてそれをね、明らかにして、それに光を当てたんですよ。でそれでこの本がアメリカに出たらね、それはすごい大ベストセラーになって、いろんな人がね、4位その高く評価する書評を書いたりいろいろしてるんです。ところがそれはね、ついに驚くべきことが書いてあります。天皇の陰謀がね、物書きとしてのね、私の経歴をね、おしまいにしてしまったって言ってるんですよ。ああこれ自動びっくりしませんか。非常にびっくりする。私はびっくりしましたよ。それを初めて知って、この本を出したおかげでね、自分の物書きとしての経歴はね、おしまいになったって言ってるんですよ。どういうわけかっていうとね、それはね、内輪に見詰まってもね、200万ドルから500万ドル、これは今のドルじゃなくて1970年代だからもう少し価値があったんじゃないでしょうか。200万から500万ドルがね、私を押さえつけておくための賄賂、ないしは監視料としてね、その使われたっていうんですよ。奇妙奇烈な話じゃないですか。いかなる、そしていかなる手段によるにせよ、その勘定、つまりそのお金はね、日本政府からは出てないって言うんです。じゃあ誰が出した、誰がそのお金を出したんですか。とりわけね、エドウィン・オー・ライシャワーがね、私を押し潰す大きなハエたたきを作るために手を貸したって言うんですよ。つまり、ライシャワーをね中心とするアメリカのまさしく権力エリート、体制エリートがね、そのバーガミニをね、虚実化として葬り去るためにね、全力を尽くしたわけですよ。自分が一冊の本を書いたために、アメリカっていう国家はね、自分に襲いかかってね、自分を叩き潰そうと、もう叩き潰してしまった。大国心っていうのもなくなったってことを言ってますよ。これはね、実に驚くべき序文ですよ。これはつまりね、そのバーガミーの本はね、日本の天皇を中心とする体制にとってはね、これは絶対、これはね、もう あってはならないような本だ。そう考えるのは当然ですよ。とか日本じゃない、アメリカの国家の権力そのものがね、バーガミニに襲いかかったわけです。それはつまりこの本がね、米国、つまりイルミナティにとって、その虎の尾を踏んだ、絶対隠蔽すべき、そのタブー、隠蔽すべき秘密をね、バーガミニはね、白日の元にさらけ出してしまう、そういうね、彼は、悪いことをした、犯罪を犯したって、こういうふうな評価になるじゃないですか。手元にあるこの著作は、私もかつて司法の領域において取り組んだことのある、ある歴史についてのさらに詳しい再調査である。オーストラリアのクイーンズランド州の首席判事であり、後にオーストラリア最高裁判所の判事を務めた私は、1946年5月から1948年11月まで、東京に設置された、極東国際軍事法廷と呼ばれた11カ国からの11人からなる判事団を率いた。日本の新聞ですが、その公平さを認める、その2年半にわたる審問の後、日本人指導者25人に対し、侵略戦争を企て、その部下によってなされた残虐行為という戦争犯罪の責任において、死刑ないし投獄刑が科された。デイビッド・バーガミニが表した、天皇の陰謀の原稿が私の元に郵送されてきたとき、私はすぐさまにそれを紐解いたのだが、著者のジャーナリスティック、かつ学研的な資質や資料文献の幾年にもわたる調査を発見し、その著者に多くの期待を抱いた。今、彼の努力の結晶を読み終え、私は、期待をはるかに上回るものを発見している。天皇の陰謀は、偉大な作品である。私は、これまで、込み入った状況を興味深いストーリーに仕上げたものや、論理性と明晰性をもって、歴史的経緯についての斬新な論文にまとめたものといった、いくつかの歴史物語を読んできた。人々の英意としての歴史を扱う上での本著者の主張は新たなスタイルのもので、複雑な社会的、経済的圧力による影打つな作用という視点とは対極に位置する。この著書に、関係者による適正な評価が定まるには、しばらく年月を要するだろう。この著作に表された半分を超える情報は、
英語圏の世界には初めて公開されるもので、そのいくつかの解釈については、物議を醸すものとなろう。しかし、この著書は、最も重要で、かつ、東洋史における西洋人の視野に大きな見直しを与えるものとなることは疑いない。かなりの程度、天皇の陰謀は、私が率いた極東法廷における発見を補完するものである。つまりこのことは、そうした発見が、検察側によって示されたものより一層確かに、有罪の証拠になり得ることを表している。これは、新聞が日本の降伏のわずか8ヶ月後の1946年5月3日に始まり、著者の資料の大半は1960年以前には入手不可能であったことを思えば、当然のことである。法廷の判事は、存在する証拠の多くが、検察側によっても弁護側によっても提示されず、検察側も弁護側も羊発見なものがあることを認識していたが、法廷は、調査や取り調べを命ずる自身の力を持っていなかった。本書は、天皇が果たした役割を掌握した法廷が掴んだ事実から口火を切っている。有事の取り巻きの日記より得られた見事なばかりの詳細をもって、我が身にしは、天皇が、1941年の米国への攻撃ばかりでなく、その内部的扇動の許可にも責任を負うと考えた。私は、この点について、天皇がその法廷の審問対象とはなっていなかったがゆえに、判事としての権限に抵触することなく、コメントをつけることができる。その法廷は、英米式の審問方式をとっていた。その方式は、数世紀にわたって、英語圏の国では有効に機能しており、公正な結果が期待されていた。しかし、英米式の法理論においては、告発を起こす権利は、検察側のみに属していた。法廷の検察は、日本の指導者を絞り込んで告発したが、ことに天皇は、その法廷の審問対象からは除外されていた。審問が開始される前、私は、専制君主である天皇は、一見して明らかに、戦争の許可に責任があるとする見解を持ち、私の政府の要請に基づき、そのように意見を述べた。そして、もし天皇が告発されたら、そのような予断の持ち主であるがゆえ、私は判事の地位を辞さねばならない、と付け加えた。審問で明らかにされた証拠は、私の事前の判断を支持しており、天皇は戦争に許可を与え、従って、それに責任を負うことを示していた。天皇についての疑問は、被告への処罰を与える段となった際、重要な問題となった。被告が命令に服従する部下でしかない限り、そして、その指導者が審問を逃れている限り、処罰の決定にあたっては、強く、酌量すべき情状が考慮されなければならない。検察側の証拠には、天皇は戦争を不承不承に承認したと解釈するよう余地が残された。私は、こうした証拠の解釈に完全に納得してはいなかったが、それは何がしの検討の価値は持っていた。天皇の内大臣、木戸公爵の日記の1941年11月30日の箇所に、天皇は戦争をいくらかの躊躇を持って許可したと記録していた。それはまた、この躊躇は、彼の平和への固執によるものではなく、敗戦への恐れによるもので、天皇は、海軍大臣と海軍参謀長による、全面的保障を求めることによってその恐れを晴らしていた。1941年当時の首相で、また同法廷の被告の一人、東条元帥は、最初、天皇の意思には決して反したことはないと証言し、そしてさらに証言席に立ち、戦争を許可するよう天皇を最大の努力を払って説得したと付け加えた。だが、このいずれの発言も、木戸公爵の日記の趣旨に、大きな負荷を与えるものにはならなかった。1936年当時の首相で、軍部過激派による暗殺をかろうじて免れた岡田海軍大将は、天皇は平和の人だとする趣旨の証言を行った。被告席に天皇がいたなら、岡田の証言は、天皇の本来の性格に触れるものとして、刑の軽減に役立ったであろう。天皇が有罪か無罪かについての判断は、この法廷の対象外のことであったので、そうした断片の証拠は付随的なものだった。それでも、検察側は、告発されている犯罪を始めるにあたっての被告の権限について、疑問を投げかけるきっかけとなった。不公正の根を取り除くため、私は、どの被告にも極刑を課さず、代わって、日本国外の然るべき場所での、厳しい条件での投獄を求めた。しかし、被告のうちの7人には絞首刑なくだった。私は、死刑が明らかな過剰とは判断できなかったので、オーストラリアの最高裁で採用される上告の審査基準に照らし、
自分の異論を主張せず、死刑あるいは投獄との判断が決まった。天皇の陰謀は、松井関根の公主刑があり得た除外として、そうした判決のいずれもが誤判決ではなく、死刑となった者らは、欲しいままの殺人や野蛮行為の防止を怠ったことを悔いていたとしても、その責任があったことを再び確証したものである。天皇自身については、米国と連合軍それぞれの政府の高度な政治レベルにおいて、審問せずという判断に達した。天皇のケースに関するオーストラリア政府よりの求めにも、私は、政治的、外交的レベルにおいて取り扱われるべきであると助言した。民主的政府の連合軍が、生命や資産を費やして専制政府に対する戦争を起こし、その結果、その政府の専制の主を今がその指導者の地位に残すというのは、実に奇異なことと思われる。しかし、有事は、単に個人であるばかりでなく、象徴であった。個人的には咎められるべきではあったが、しかし、彼は、その国全体の精神的体現であった。1945年、日本人の大多数は、宗教的信条として、天皇と日本は不可分で、共に生きるか、共に死すべきであると信じていた。私が東京法廷の席にあった30ヶ月の間、日本の君主を案じ、そして尊敬する証言と、そのケースを弁護する熱心さと正直さに、私はたびたび感動させられた。私は幾度となく、1941年に日本が戦争に訴えたことを告発することが正しいのかと自問した。日本は9000万人の人口を抱える小国で、しかもその 15% しか耕地はなく、まして、外からの厳しい経済封鎖を受けていた、という弁護側の主張に、私は、多くの正義と酌量の余地を悟るようになった。米国や英国なら、そして米国や英国の国民なら、そうした状況に、どう反応したであろうかと考えた。そして私は、1世紀前、ロンドンの放送協会で、ダニエル・エブスターが行った演説を思い出した。この著名なアメリカ人法学者は、小国イギリスが偉大な帝国に拡大したことに、以下のような言葉を持って喝采を送っていた。英国の朝の鼓動は太陽の栄光と共に始まり、時の女神を友とし、軍事的威風を持つ英国の不断の決闘は地球を覆う。拡大は、その全てが、平和的交渉の結果によるものではないのである。20世紀になるまでは、戦争に訴える権利は、敗戦の恐れによる抑制はあるものの、あらゆる国家によって実行される主権の一つであった。敗戦国は、金あるいは領土による賠償を払い、勇猛果敢という荒々しいルールが、国際的な制約の判断に持ち込まれていた。しかし、第一次世界大戦の後、列強国は、誰が戦争を開始したかを判断する際に用いられる、戦争行為の基準や国際法の原則に、相応努力するようになった。そして、1928年には、63カ国が、利益を除き、手段として戦争に訴える政策を有罪とするパリ条約に調印した。日本は、こうした諸国の一つであった。しかし、日本政府は、諸名国に、日本は帝国君主の名において署名するのであって、他国のように、国民の名においてするものではない、と断言したのであった。パリ条約は、もしある国が同条約を犯して戦争を始めた場合、諸名国の戦争指導者が個人として責任を持つと明確に規定はしていなかった。著名な国際的法律家の幾人かは、この条約は個人的責任を課すものではないとの見解を示した。しかし、私は、違反しても個人は罰せられない国際法に署名したという無益を63カ国に変えさせることはできなかった。ともあれ日本は、1945年9月2日、有事天皇に代わって署名された降伏文書の中で、連合国が国際法に反する犯罪として、日本の戦争指導者を個人として訴追する権利があることを明確に認めた。天皇の内大臣、木戸公爵の1945年8月の日記には、有事は、戦争犯罪が戦争に関わる、彼を入れた全ての人を含むことを理解していた、と記している。簡潔に言って、以下が東京法廷が始まった段階での法的位置であった。つまり、もし日本に、パリ条約及び署名した降伏文書に言う侵略戦争の罪があるとするなら、政治的、軍事的、及びその外の指導者は、個人的に責任が問われうる。その際の唯一の弁護は、それが、利益であったかどうかである。同法廷は、この弁護を取り調べ、それを拒否し、利益は不成功に終わった。日本は、
タイやフィリピンといった国を日本によって脅かされたわけではなかったと反論した。要するに日本が起こした戦争はその当然たる目的が賠償や領土割譲であるものとしての単なる国の行為ではなかった。それはその国の指導者が犯罪者として罪を負う国家の不法行為であった。2年半にわたる賛否両方の証言の後、同法廷もそのように判断した。恩情ある判決として同情釈放された25ケースのうちの18ケースに投獄のみが課された。その他の7ケースには証拠にのっとり被告は侵略戦争ばかりでなく抑統制の取れた日本軍部隊を戦闘区域以外の場所での略奪、暴漢、殺人に加担することを許す指導を行ったという面でも責任を負うとの理由で極刑が下された。文章上の表現はないものの、天皇の訴追なくして日本の指導者の死刑判決をすべきでないというのがバーガミニ氏の見解である。私はたとえそれに同意しないにせよその見解に共感を抱く。バーガミニ氏の見方では、天皇は現実に対する理論的で科学的で研究没頭的な理解力を持っていた。氏が言っているように、天皇は操り人形ではなく有能でエネルギッシュな人物で力強く知的な指導者であった。しかし天皇は彼に仕える大臣たちの上にそびえる世界に暮らしていた。彼は善良な国民のために国を愛し自己犠牲の精神を持って行動しているかのようであった。彼は高派の役を演じて1941年以前の数十年間西洋に対する戦争を企てたかもしれなかった。しかし私は有事が1946年から48年の間に被告席にあったとしても、他のほとんどの日本の指導者の持つ人格よりより高いものを見出していたかは疑わしい。意味軸も有事の価値は今日のこの国の地位より出てきているもので、彼の知性のもと戦争と敗戦を克服し世界第3位の産業国となったのである。共犯者に不利な証言をする犯罪者、あるいは逆に法秩序を守ろうとする犯罪者は常に寛大な扱いを受ける。同じことが有事にも言える。彼は告発の淵から逃れ、日本の敗戦の屈辱をアジアの安定した国家へと変えることによって生き延びた。彼は最終的には核攻撃へと至った敵意を終了させた絶対君主として自らの権威を意義づける。だが広島と長崎での原子爆弾の炸裂による衝撃にうろたえた日本であるがゆえに、彼はそう割れたが、バーガミニ氏が白日のもとに晒しているように、1945年8月14日から15日の夜間皇居で起こった奇妙な出来事が暴かれた場合には、彼は大いに個人としての危険に遭遇しただろう。バーガミニ氏は有事が日本をアジアを征服する構想と謀略に導いたと見るに十分な論拠を提示している。今日の環境の下で天皇は救済するに値するとする私の見方はシニカルで手段優先的なものだ。死の天皇への根拠ある称賛も同様であろう。またトルーマン、チャーチル、アトリー、スターリンという政治家たちの異質な見解が一致して天皇に免罪を与えたのも同様であろう。有事は日本人である。彼は他の国民からは孤立した数世紀にわたって引き継がれてきた奇異に強烈な世界で育った。人類学者、詩人、牧師、外交官、それぞれがその専門の分野で日本の社会が独自の論理と審美観を持っていることを発見してきた。今バーガミニ氏が長期の指導調査の後そうした世界の政治的側面を提示している。彼はそれを明晰な西洋用語で行っているが、日本的価値観を表現することに成功している。氏の本を読み終えて私は、九州で成長したどの日本人も有事がしたことをしようとしてもそれをうまくは成し遂げられなかっただろうと確信を持たされた。端的に言って戦争を試み、ほぼそれに成功しかかった有事は敗戦の教訓から利益を得るにも、また彼の人民を新たな方向に率いるにも他のどの日本人よりも秀でていた。読者をこうした理解へと導きながら、バーガミニ氏は私の知る限り新しい日本についてのリアリズムを提示している。一方で氏は冷血で抜かりのない作法者という戦時下の日本人への嫌悪を否定している。その他方、氏は狂信的で感情的な失敗者としての日本人という戦後の弁明を遺憾としている。バーガミニ氏の見解では、日本人は常に理性的で、所有するわずかな物的資源を活用して、世界を恐れさせることに成功してきた。また同時に、
日本人は両親と子供を愛し、生活の平安と快適をもたらす生き方のために奮闘してきた。そうして、床に畳を敷き、熱い風呂に入り、障子を通した照明を用い、大根の漬物と炊いたご飯を食してきた。東京に何年もいたが、私は、こうした日本式慣習を何も取り入れなかったが、我が身にしは、私にそうすればよかったと、ほとんど思わせるばかりとしてくれた。詩の著作を読みながらそれに釘付けとなり、私は自分が彼の物語の主唱者となっていることを発見していた。詩の日本人の価値観とその業績を評価する主張がゆえに、判断の曇りや弁明を抜きに、我が身にしは日本の歴史を再解釈しなければならなかった。詩の著作は、紀元50年の出来事についても、1945年のそれについても、同じく新鮮な考えを提供してくれている。私は、詩の洞察力が、極めて守備一貫しており、強い説得力を持っていることを発見した。一言だけ言っておきたい。読者の諸君、読み進みたまえ。W. F. ウェブ、オーストラリア、ブリスベンにて著者より読者へ、もちろん、日本が勝つさ。日本人は清潔だけど、中国人は汚い。日本人は禁煙だけど、中国人は物乞いだ。日本人は機械を作るが、中国人はそれを壊すだけだと私は言った。じゃあ言うけど、お前は血生臭いナチだと、英国人の少年が言い返した。こうして我々二人は、その遊び場で取っ組み合いとなり、灰色の半ズボンと制服のブレザーを土まみれにし、さらに、一週間前の日本軍の最初の空襲以来積み上げられていた土嚢に、頭を打ち付け合っていた。それは、1937年の10月のことだった。我々は、中国の中心都市、漢口、今の武漢にある小さな英国男子校の9歳の生徒だった。それは、漢口市立学校での、私の初めての喧嘩で、その後2ヶ月、同じことが原因で、クラスの他の生徒とも、何度も喧嘩することとなった。私は日本生まれで、その1年前の家族の移転とともに、中国に連れてこられていた。日本は中国に侵略を開始し、今や日本軍部隊は、中国の首都、南京に向け、進撃を続けていた。そのほぼ1年後の1938年9月、私は、中国の西山、呂山にある、草履脇、お経を唱える仏教僧侶が寺として使っていた洞窟の入り口に、父と一緒に座っていた。夏のシーズン、呂山、漢口から陽子港を南京方向に半分ほど下ったところにある、は、西洋人たちの避暑地となっていた。父と私は、双眼鏡を通じ、1500メートル眼下の、日本軍の前線を見下ろしていた。その距離からでは、日本軍兵士の一人一人がようやく識別して見えた。彼らは、中国人の農家に報復攻撃を仕掛けており、住民を銃剣で突き、家屋を焼き払う作戦を展開していた。その煙は空を覆い、雨の日も晴れの日も、平和の日も戦の日も、休まず働く山麓の炭焼きの煙のたなびきをも飲み込んでいた。その翌日には、私たちのいる山頂部へと、あまたの難民が押しかけようとしていた。その多くは親を失った子供たちで、中には、わずか数歳年上の姉に背負われたひどい銃剣はじめを負った幼児も含まれていた。またその夜には、山の頂上に陣取る中国人ゲリラが、下界への突撃を行い、いくつかの日本人の首を竹竿の先に突き刺して持ち帰り、勝利の行進を行おうとしていた。もはや私は、日本人びいきではなくなっていた。私が少年へと成長する間、私の周囲で接した、物静かで、白深く、思いやりがあって親しみの持てる人々は、今、おぞましくも、また、最も不可解にも、変貌を遂げていた。ここ戦場では、日本兵はただ戦闘をしていただけでなく、えばり腐って人の横面を張り飛ばし、飢える人から食料を、家を失った人から寝具を、貧乏人からどうかを挑発し、少女を強姦し、妊婦の腹を裂き、赤ん坊を空に放り上げて銃剣で突き刺し、拷問による告白以外の真実を認めず、その統治は脅迫以外の手段を持っていなかった。私は、どうして日本人がそのようなことをするのか理解できなかったが、やがてそうした日本人の行為を、当たり前かのごとくみなすようになっていた。父の友人たちは、それを明らかな、日本人の劣等感のゆえとしていた。近くに住んでいた中国人将軍は、それは日本の指導層に責任があると言っていた。彼によれば、日本は世界を征服しようと望む尊敬すべからぬ天皇によって統治されていた。私は、この将軍の見方を、そのシンプルさゆえに、
受け入れていた。1939年の初め、私の家族と他の西洋人は、旅山の山頂部から避難し、日中の前線を通過し、上海に向かう日本船に乗った。揚子江を下る3日間の航海の間、日本人の売店は、パン、バター、塩漬けイワシ、コーヒーの実を提供していた。私は、船内には、豊富な日本食があることを見つけ、調理室の中で、コックや衛兵と一緒に、ご飯や醤油、たくあんなどを一緒に食べるようになった。私は、日本兵が、記憶にあるように、戦場以外では結構朗らかで、分別のある人々であることを発見していた。その多くが、私の父が建てた東京の政治家病院を知っていた。彼らは、父が日本の建築技術に貢献したことを、真に感謝していたようだった。1941年のクリスマスの2日後、私は再び、ある山の頂上に家族と共にいた。今回は、フィリピンの避暑地、バギオで、相変わらず、スーツケースのみで暮らす難民であった。我々は、他の300人ほどの米国人の一団として、地元のアメリカンスクールで、日本軍によって捕らえられ、公式な捕虜となるべく、事態を待っていた。大工として、私の基地に仕えた一人の現地日本人移民は、私たちが床に寝具を敷いて仮住まいしていた校長宅を訪れ、いかにも丁重に、いよいよ日本軍が到着したと告げに来た。我々は、それを迎えるために、学校のテニスコートに集合した。2台の武装車両を先導とした1台の宣伝カーが、埃りの中でキーリトーを上げて止まった。軽機関銃が一斉に向きを変え、我々を捉えた。一人の日本人メソジスト派司祭がその宣伝カーから飛び降り、長い説教を始めた。日本軍の果敢なる働きによって、アジア人によるアジアがついに実現した、と彼は宣言した。我々は、大東亜共栄圏の捕虜であった。銃を放棄しなさいと彼は言った。我々の代表者は、すでに我々は一つの銃も持っていない、と彼に告げた。だが、その司祭は我々を信用していなかった。彼は、部下に、操作し、もし武器を発見した場合、その者を射殺せよと命じた。そして、さらに、一つの銃ごとに、10人を射殺すると威嚇し、ついには、もし我々が銃を一つでも発見したならば、全員を射殺すると宣言した。2年生の少年が震えながら空気鉄砲を差し出し、お母さんを撃たないでと泣きながら言った。武装した日本兵が一斉に笑い、私たちを安堵させた。司祭はしかめ面をしたままその場を立ち去った。我々は学校の宿舎に集められていた。日本軍がバギオの町を平定し、その宿舎を公金の場と決定するまでの2日間、我々は空腹のまま放置されたが、苦悶からは解放されていた。13歳の私は、たとえ戦場にあっても、日本兵は、子供に対して何らかの行為を示すことがあるものだということを感じ取っていた。さらに私を驚かせたことに、中国においての日本の捕虜とは全く違って、私たちは、銃剣ではなく、言葉を持って扱われていた。日本人の野蛮さは、上から命出られたことへの仕方のない服従によるものなのだろうか。この私の疑問は、数日後、大概中国人飽き人たちが、隣の宿舎に拘禁された時に、その答えが得られるところとなった。我々を見張っていた同じ日本兵が、ほんの数時間のうちに、その中国人の一人を柱に縛り付け、他の同胞の面前で、容赦なく殴打したのだった。そこで私が悟ったことは、中国人はアジア内部の問題であるのに対し、私たちは西洋という外部問題に分類される事項なのだということであった。我々は、最終的には、かつての米軍駐屯地に落ち着くこととなった。そこにあったのは、一日に丼に2杯の米と野菜の薄い粥で生きていくことと、宿舎の床の1畳の広さの上での共同生活に親しんでいくことであった。ある日のこと、一人の日本衛兵がやってきて、我々の管理員に、収容所の中での学校を開設する用意のあることを告げた。拘禁されている誰もがそうであるように、委員会メンバーも、何か面倒なことならなければと心配していた。当面の生き抜く問題に関心が集中し、誰もそうした計画に関心すら示さなかった。しかし、衛兵は必要であった。彼は、収容者の中で、最年長の少年たちに、本を持ってくることに手を貸すようにと働きかけた。そうして彼は、5人の少年をトラックに乗せ、防水シートで覆って秘密裏に守衛所を通過し、戦争の始まる前、私たちが学んでいたブレント港へと向かった。日本帝国陸軍管理施設。
略奪者は銃殺との警告が示され、学校は閉鎖されていた。私たちは閉鎖を破り、教科書をトラックに積み、収容所に持ち帰った。教育を受ける私たちの生来の権利は否定されているものと思っていたが、私たちの大半は、それ以後の数年間、こうした教科書をボロボロになるまで使ったのであった。そうした結果、収容者のうちの高校生の一人だけが、3年間の収容所生活のため及第点を取れなかっただけで、他の2人は進級すらできた。各グループごと毎日5時間の授業を終えると、私たちの胃袋は空っぽで、読書をする余力も残っていなかった。そこで思い出すのであるが、午後の食事までの間、幾何学の本と共に寝台に横になり、日本人が 99% の読み書き率を誇り、衛兵すらが私たちに教科書を与えるという凶暴に考えを及ぼす。そうした教育について、いつものようにかすかにめまいを感じながら、空想的な考えに思いを巡らせていたのであった。戦争の前、バイオの登録住民であった私たちや他の多くの家族は、1942年、フィリピン県知人に生活が正常に戻ったことを印象づけるために日本人が取った試みのため、数ヶ月の間、収容所から解放されたことがあった。その自由な数ヶ月間、私たちは借金をし、食料を買い、十分に腹を満たした。バイオは、バターンで負傷した日本兵の治療基地となっていた。街は兵士でいっぱいとなり、私たちの大半は、週に一度、街のプラザで開かれる青空食料品市場に出かける以外、自宅周辺に留まっていた。商業地区へ出かけるこうした機会に、私には、英語で書かれ、市場に掲示された日本軍司令官の告示を収集することが趣味となっていた。私は、人目のあるところで、それを書き取りたくはなかったので、それを記憶できるまで繰り返し読み、住んでいる小さな家に帰ると、すぐ、それを書き留めた。そうした告示は私を注目させた。というのは、そうした告示には、日本語や他の言語と、日本人が英語で表そうとするときに現れるぎこちない軽さとの間には、食い違いがあったからである。ことに、以下のような掲示を思い出す。バイオやその近辺に住むイゴロットの人々が、バイオやその近辺の資産に、火をつけたり略奪することが未だに続いている。とも、あれこれは望ましい行為ではない。日本帝国軍隊がこれを発見したときは、そうしようとする人を、銃で撃つ。信頼を持って、相田森中佐1年半の後、収容所の宿舎に付属する小屋の塔のポーチに、暗くなった中、一人で座っていた。私たちは、赤十字からの最初で最後の、戦時パッケージを受け取っていた。私のものには、食用には役立たない、10箱のタバコが含まれていた。その後、日本軍の守衛所の台所から、毎日ゴミを運び出す雑用という特権の最中、名古屋出身の清潔そうで無邪気な顔をした整備士の守衛に、タバコ1箱とバナナ2房とを交換しようと持ちかけた。私は彼に先払いで10本のタバコを与え、彼は、私が運ぶゴミ缶の底にバナナ1房を隠した。そうして、私がその小さなポーチに座っていた時、背後の暗闇から、シーという声を聞いた。私は用心して小屋の周りの明るみから出て、暗闇の中で、大きなバナナの房を差し出しているその名古屋出身の衛兵と会った。我々に命令が下ったと彼は言った。私は彼に、宿舎まで一緒に来てくれますか。そこの寝台の下にタバコがありますのでと聞いた。そのことはもういい。我々はもう対等だ。私にも腹を沸かせた息子が日本にいると私に言った。私は彼に礼を言い、どこへ送られるのかと尋ねた。南方だよと彼は答えた。それはニューギニアを意味していたようなので、身体に気をつけてと言うと、彼は思い詰めた風に、いや、我々は全員、死ななければならない。天皇陛下のために死ぬ以外の道はないからと言った。彼はわずかながら頭を下げて几帳面にお辞儀をし、敵国民に親しくしたことが発覚する前に、急いで守衛所に向かって戻っていった。彼の悲しみと望みのなさのこもった声が、耳に残っていた。私は、彼らの大半は、私たちがそうであるように、それを嫌がっていると思った。彼らは、その最終命令に従って死ぬため、それが命ぜられることをただ待っていた。もしそれが命令なら、彼は自分の息子すらをも殺しただろう。私は、悲痛な思いを持って、当時常用していたふんどしの紐を締め直し、使いにくい下駄を改めて履き直して気持ちを切り替え、受け取ったバナナを宿舎に持ち込むという私の仕事に取り掛かった。1944年の初め、
東京から我々のもとへ新しい指揮官が赴任してきた。彼は第三期の梅毒に侵され、非常な癇癪を起こす人物として知られていた。到着や否や、彼は人の頭を野球のバットで殴る以外のことに関心を持っていないことを私たちに見せつけた。そうした大田は、もしその収容所に立ち会い人として配置されている一人の民間日本人がいなかったら、私たちの間に幾人もの死人が出ていただろう。その民間人とは、1936年の天皇に対する反乱、2.26 事件を支援し、またそれ以前には、軍の南下政策、つまり、マレーシアの英国領、東インドのオランダ領、そして必要とあらば、フィリピンの米国領を最終的には領有しようとする政策の決定に反対した、有名な間崎、陣三郎、大将の子息であった。その帝国的計画への彼の父親の反対のため、若き間崎は軍に参加できなかったが、しかし、父のそれまでの地位により、彼はいかにして軍人に働きかけうるかを知っていた。そして、その狂気の指揮官に立ち向かえる彼の力量によって、多くの私たちは脳震盪と、少なくとも一人の死だけで、救われていた。ある日のこと、門の付近の商工宿舎のゴミ片付けをしながら、私は、間崎が指揮官に、午後9時半の消灯まで、私たちが読書ができるよう電球を得る権利について進言しているのを耳にした。指揮官は、東京から厳しくせよと命令を受けており、私たちが最後には死ななければならないという、新秩序にあって、私たちの居場所はないのだ、と答えていた。それに、間崎は、もちろん我々は、こうした状況の下では死ぬかもしれないが、しかし、万が一にも過ちがなされれば、戦争の後、その付けを払わされることになるかもしれない、と反論していた。そして、天皇陛下の地位が国際条約に背くこと謎によって汚されることはあってはならないと、断固とした態度を持って指揮官を諭していた。その私たちの恩人、若き間崎は、その後、日本のトラック車列への米軍機による機銃掃射によって殺された。そのトラック隊は、マニラ南部の収容所に拘禁されている6000人の西洋人に、救命物資として食料を運搬していただけであった。その収容所は、1945年のルソン島への米軍の最初の上陸の後の混乱によって、物資の補給を断たれていた。後になって、私は、間崎家族の経歴を知り、彼らが、日本を正当でない戦争に訴えることを止めさせようとした勇気ある人々で、最後までその戦いを止めなかったという事実に、心を打たれたのであった。1944年12月、戦争が終局を迎える中、私たちの収容所はマニラへとトラックで移動させられた。私たちは、1ヶ月半の間、飼料用トウモロコシ、野草、カタツムリで命をつないだ。そして突然、アメリカ軍第一飛行部隊がやってきた。マッカーサーは、ある無名の日本人から、東京は収容所の捕虜を解放せず始末するよう命令を与えているとの情報。これは、後に私たちの収容所委員会の一員が言っているように事実のものであった、を受け取っていた。私たちの始末は1945年2月5日、月曜の朝に執行される予定であった。2月3日の土曜午後、北マニラの故障地帯を第一飛行部隊の戦車が進撃していた。暗くなってから、同飛行部隊はマニラに到着した。私たちは、ビリビット刑務所の要員のコンクリートの床の上で生活していた。この病院は、寒々とした白い建物で、波状鉄板で屋根を覆い、周囲は古いスペインの砦の苔むした壁で囲まれていた。病院の屋上からでは、戦車の車体に描かれたディズニーの漫画の紋章も、日本の漫画のようにも見え、それが誰かを証明して灰になった。最初、日本軍は散発的な銃声でもってそうした戦車を迎撃していたが、すぐ、道路に沿った建物に砲兵を配置し、私たちは急遽、階下に降ろされ、1階の床に伏せさせられた。誰も、ついにアメリカ軍がやってきているとも、日本軍がゲリラ部隊を制圧しているとも、いずれも半信半疑だった。幾人かの物持ちの収容者が、フィリピンのタバコとピーナッツバターという最後の財産をかけ、そのどちらかを占っていた。4つの目標が、赤い円で戦車部隊の地図上に記されていた。私たちのいるビリビッド刑務所、より大規模な収容施設のセントトーマス大学、そして2つのビール醸造所が、その4目標であった。増援を待つ間、戦車部隊はこうした目標の4地点を包囲するように円形に展開していた。市街地には、日本の機関部隊が残されているのみで、
しかも南部高台のスペイン時代の古城に集中していた。この機関部隊は、日本帝国海軍、天皇の貴族的血族の陸戦隊によって補充されたばかりで、しかも、こうした新参者に煽られて、フィリピン人スラム街で、強姦や殺人という断末魔の乱用に明け暮れていた。そのため、潜入部隊による発砲や数発の迫撃砲弾を除いて、私たちの地域での戦闘は軽微であった。放棄された日本軍の軍需物資が数区画先で爆破され、まるでお祭りの花火のように夜空を飾った。戦車部隊は、単調な奇襲音をたなびかせて、私たちの建物の周りをぐるぐると回っていた。私たちは、なおも、それがアメリカ軍とは知らなかった。そこで、探求心あふれる収容者の一人が上の階へと這い上がり、こうした戦車隊が何をしているのかを、屋上の手すり越しに覗いてみた。彼がそうして見ている間、2台の戦車が停止し、砲塔の蓋を開け、隊員たちがタバコを吸い始めた。一人の隊員は他の戦車の隊員に何やら叫んでいた。覗き見の彼は階下に這い戻り、その見てきた光景を報告した。生殖に携わってきた50絡みの独身女性が隣の男にこういう声が私に聞こえた。ねえ、あなた、私たちってこれまで、こんなどえらいところにいたんでしたっけ。その瞬間、私たちは、賭けに勝てるかもしれず、とっておきの食料が食べられそうで、そして、その戦車隊がアメリカ軍であることを悟ったのであった。次の朝、日本軍士官の台湾人と朝鮮人守衛が機関銃と火炎瓶を、収容所の屋上へ運び上げ、最後の抵抗の準備をしていた。私の父親は、収容所管理委員会の会長より、人のいない2階に残してきた私たちの貧弱な財産の見張るよう頼まれた。戦車とのしばらくの交戦の後、日本軍士官は、収容所の門において、門外に位置する戦車部隊員により、すべての捕虜と収容者の無傷なままの解放と引き換えにジープによる地域外までの移動とマニラ郊外の日本軍への自由な帰属、という日本側の条件を受け入れるとの知らせを受けた。そして、日本人士官たちは、屋上から降りてきた。彼らは、父が2階へと通ずる階段の上端に一人で座っているのを見つけた。門で行われた双方の合意を知る由もない父は、士官たちが死ぬために外に出て行くところで、自分もその通りがかりで殺されるものと思い込んだ。混同した父は丁寧に、さよならとつぶやいた。退却して行く一人の士官は、父の方を振り返り、剣後の一別を与えた。父は、東京でまたすぐにお会いしましょうとほがらかに付け加えた。もう一人の士官は、上着を開き、その内ポケットから何やらを取り出し、一瓶のビールを彼の膝の上に置いた。立ちどころにして、日本人はその建物から撤退した。呆然としたままの父は、日本人の先への希望の象徴であった、半ば空となったブランデー入りの携帯容器やビール瓶に囲まれていた。アメリカ軍の戦車部隊は、日本衛兵たちを郊外へと追放し、フィリピンの不正規部隊が待つ地域に置き去りにした。その当時、私は、こうした衛兵たちに同情は感じなかったが、彼らの役人的な律儀さには感謝するところがあった。私たちへの処理の執行がその翌日になっていたことが守られたことが、私たちの生命を救ったからであった。20年の後、ダートマウスとオックスフォードの学位と雑誌ライフにおける10年の経験をもって、私は、科学の哲学に関する、自分の5冊目の著作を得ようとしていた。その出版社と編集者のウィリアム・モローは、日本側の第二次世界大戦について、日本の文書に基づいた本を出版したいという意向を持っていた。日本人の二重な性格についての子供の頃からの疑問を解明したいとの考えは、私を強く捉えていた。私はほぼ丸一年を米国のいくつもの図書館で費やした。私はまた、再び、うまくはないが日本語を話すことを習い、また、ゆっくりだが、初めて、日本語を読むことを学んだ。そして、私なりの方法で、英語、フランス語、ドイツ語の延べ14万ページにわたる関連文献、戦後の戦争犯罪東京法廷についての5万ページの記録、そして、計3万ページの押収された日本語の文書と米国諜報部の報告を読んだ。そして、日本のこと、京都にある歴史ある帝国大学の農学部の実験農場を見渡す小さな日本家屋に、妻、4人の子供、そして272冊の参考文献と共に移り住んだ。1965年9月の午後、私は引退した元海軍航空隊司令官とテーブル越しで向かい合い、寿司を食べていた。彼は、日本の対中国、
及び対米国の戦争の生き残りの名戦闘機パイロットの一人だった。私は、数週間前の日本到着以来、くつろげない気持ちでいた。日本は、建物の規模が変わっただけで、他は何も変わっておらず、その司令官にも、好意が持てない場合に備えた心構えを用意していた。彼の顔の半分は吹き飛ばされ、傷跡を紫色の皮膚が覆っていた。彼は物成果で英語を話すことができた。私が39ヶ月間、日本の捕虜収容所で過ごしたことを知って、負い目を感じている人々のため、私を援助するつもりであると語った。彼によれば、彼は、私が子供の時、日本軍が家々を焼いているところを目撃した二つの山頂へ、急降下爆撃をしていた。我々はそれらがいつだったかを照らし合わせ、1938年と41年の2回、私が爆音を轟かせて飛んで行くのを見た気は、多分、彼の木であったことを発見したのだった。彼はまた、その後、グアムにいたとも語った。グアムは、海兵隊員であった私の兄が、1944年、フィリピンの捕虜収容所を解放しに行く途上、日本軍の機関銃射撃により死んだ場でもあった。不思議なことに、私はすぐに、こうした勝手の敵軍兵と、生き生きと話していることに気がついた。彼の顔は半分吹き飛ばされているにもかかわらず、彼には苦悩が見られなかった。戦争は、彼にとって、それが専門の仕事であり、一種のゲームであった。彼は、そういう私に関心を持ち、これまで取材や調査の対象となったことのない引退した元将官たちへの紹介の手立てを取ってくれた。私は、日本の戦場や第二次大戦の戦略的構想についての、一種の権威者となっていたと言ってもよかった。そして私は、日本の英雄主義や戦術的天才たちの物語を聞き取るため、あちこちを旅した。そうして聞き取った物語に、退屈も、不信も感じなかったが、そうした物語も行為も、戦争が作り出したものではないと、確信するものがあった。私は未だに、子供時代以来の疑問、愉快で、知的で、そして美的でもある日本の人々が、戦争を起こし、アジアの半分を覆う狂気の坂をもたらしたものは何なのか、にとらわれていた。この質問への通常の回答は、1930年代に、一部の野心的将校が共謀して日本の社会を操って出来上がったとされる集団的狂気、すなわち軍国主義であった。私は、私が面会した軍人たちを研究した。そのほとんどは、終戦時には中将であった。その全員が知的で、陸軍士官学校の後、幕僚大学に進んでおり、そして、東京にある陸軍参謀本部、日本の軍国主義の中枢、に数年、仕えていた。皆熱心な軍事技術者で、ベトナムでの戦争の遂行についての全面的助言も行っていた。その誰もが、政治的意向を持っているようには見えなかった。彼らは、私の質問にまともな回答が出せないとき、何も言わず、ポカンとして無知をさらけるか、あるいは、選ぶって、まだ機密上の制限があると言い逃れした。一度は、それ以前では知られていなかった重要な事実について、口を滑らせることもあった。ある67歳の退役大将は誇らしげに、1938年8月、ノモンハンでの対ソ戦争のため、から大使通信の開発に取り組んでおり、その地域の詳細な地図が用意されていた、と私に語った。この発言は明らかに、以下のような事実を理解していないものであった。すなわち、この1939年5月に始まった戦争は、日本政府により、偶発的国境紛争と公表されていたものであり、かつ、彼の上官は戦争犯罪東京法廷において、その偶発的紛争勃発の際、参謀本部のファイルの中に、どこがノモンハンかを知る地図を見つけることなど不可能であった、と証言していた。この大将の記憶の突出記が不正確ではないのか？私は信ずることができず、1938年以前の陸軍航空隊の飛行機は、無線通信なしで飛んでいたのか、と彼に尋ねた。彼は、隣の部屋で書類をひっくり返し、一冊の自分の日記帳を得意げに持ってきた。彼は、彼の赴任を記録した部分の日付を私に見せた。彼との面会には、二人の日本人も立ち会っており、その面会が終わった時、彼の言ったことについて、私に誤りがないかを、その二人に確認した。彼らは、間違いはなく、その一人はさらに、私がなぜそんなにその日付にこだわるのか、不思議さすら示した。その週の末、その67歳の大将は、現在、自衛隊のコンサルタントをしている勝手の同僚に会うため、
800キロを旅して上京し、そしてまた引き返した。彼は帰ってから私に電話をかけてきて、自分の不注意で、日記の1938年と1939年を混同していたと言った。だが私は、昭和13年とその表紙にも内部にも明瞭に記されていたその日記帳を見ていたので、それはさほそなことと聞き流し、その将軍の顔を立てることに気を使った。こうして、私は、一人の特権階級生まれの男と同一集団をなす将官たちのほとんどと会う機会を持った。しかし私は、彼らが持つ、その男との違いに印象を受けた。彼らは、彼らの立場をわきまえていた。明らかに、彼らは日本社会の一つの歯車に過ぎなかった。彼らは、日本の身分階層社会の中での上昇を暗黙のうちに志向する以外、優越した社会的地位も、その中で日本の軍国主義を推し進めるに足る自己正当性をも持っていなかった。私は、かつて私が見た、中国で日本兵が行った残虐行為と、フィリピンでのいくらか低程度ながらの同様な行為について、こうしてあった全員の将官たちに議論を投げかけてみた。私は、それが、日本人の持つ潜在的執念深さに由来するものか、それとも、命令の下で日本兵が実行した周到な恐怖の作戦によるものかを見極めるつもりであった。ほとんどの将官たちは、この問題について、日本軍が行った野蛮行為は、他国のどの軍も行う程度のものと主張し、それ以外には、ほぼ何も語らなかった。彼らは、古い憲兵報告や中国語の新聞を引き合いに出し、ある都市を取り上げた場合、通常、臨戦日本軍1000人あたり、殺人2件、暴漢20件程度であったと、私を説得しようとした。私は、その程度の数字がいずれの軍隊にも付随すると示されそうなことは、あらかじめ予期していた。しかし、偶発的残虐行為に加え、中国では、日本軍は村民全員を虐殺することを、頻繁に言っていた。面会した将官の一人は、それは事実であると認め、限られた部隊で広い地域を掌握しなければならない場合の指揮官は、現実策として、近接する村落への強さの目的で、村民に対する懲戒的報復行為を強いられる場合があった、と語った。彼は、こうした行為もまた、すべての軍隊に共通のものであると、冷ややかに繰り返した。彼はさらに、ことに有能な指揮官は、汚い、報復行為を行う特別部隊を設け、汚染が他の兵員に拡大しないよう区別を図っていた、とも述べた。私は、バターンの死の行進や南京強奪に応に、日本軍は、偶発的残虐性の中の10件の殺人でも、報復的攻撃における100件の殺人でもなく、数千、数万に上る殺人を行ったと、なおも指摘した。党の将官の全員は、そうした、悪い事例があったことは聞いたことがあると告白したが、一人の意外なほど率直な将官は、それらは政治家たちの殺人だとコメントをつけ、繰り返してはならないと言いたげに、顔にシワを寄せた。私は、それが、政治家の殺人であるとの発言に関心を呼び起こされ、日本の戦前における一般人の意思決定のメカニズムについて、突っ込んだ研究に取り掛かった。京都で、私は一人の優秀な調査アシスタントを雇った。彼、肘の刺激、漢字名は不明氏は、正直で政治的には穏健なリーダー格の学生で、同志社大学の大学院で学んでいた。彼は、私のために、日本人の回顧録や関係史の書籍を買い集め、その約3万ページを読み、下線をつけてくれた。ただ彼は、純粋に調査の必要上で私のためにそう働いてくれたのであって、ここに記された見解や判断に、いかなる責任を負うものではない。政治家に生まれついたような彼は、私に、日本の政界を推し量る指揮権をもたらしてくれた。彼は、私では不可能な動員力を発揮して、調査員の一軍を組織してくれた。その根気強い調査員たちは、日本のおびただしい戦争運学の全てに目を通し、そしてそれを抜粋してくれた。こうしてこの調査チームが収集した1920年代末の論評や小説の中に、私は、軍国主義への傾向を示す、いかなる証拠も発見できなかった。そしてむしろ逆に、平和に対する大衆的な望みや、武田家しい武士道精神への拒否すらを見つけた。その一方、当時の主流の経済や軍事雑誌に、私は、戦争を計画する様々な証拠、国民的支持を欠く、日本の特権階級が頂点より先導する中央集権化した計画、を発見した。私は、元在日米国大使で、マッカーサー将軍の甥、ダグラス・マッカーサー2世より、
皇室への紹介が得られた。私はこの機会を、雄治天皇に近い皇室の人々との面会をもって、私の強まる不信感をテストする場とした。彼らは、魅力に富み、抜け目がなく、博識で、そしていかなる困窮とも縁のない、私の面会した長官たちとは明白な対比をなしていた。確かに、日本の総帥たちであった。私が会った皇室家族の二人は、私との会話に、1926年からの日本の支配者、雄治天皇についての、いくつもの物語を滑り込ませていた。こうした物語は、印刷物として報じられたことはなく、私は最初、皇室内のゴシップとして聞き流した。しかし、後にその全体の文脈で見ると、そこには取り上げるべき重要さが潜んでいた。例えば、真珠湾攻撃の夜、雄治がマラヤからの短波放送を聞いていたとか、彼は勝手、息子を持つため、人工授精による出産を行っていたとか、彼の誕生は、一般に言われているより一年早かったとの噂がある、などなどである。こうした話から私が確信することは、雄治が、少なくとも、そのように見せようとしているような、素直な歴史の非造物などでは決してないということである。彼の侍従の話では、彼は、協力など独裁制の首相者として登場してきたという。彼は、卓越した知性の持ち主とも言われている。1945年までは、彼は、政府のあらゆる詳細に明るく、すべての分野の管理と逐一協議しており、常時、世界情勢についての全体的視野を保持していたという。彼の、民事、軍事、宗教上の力は、絶対的なものと受け止められておりながら、彼はそれをただ比例的に、かつ国務大臣の推奨を追認するのみで執行していたとも言われている。また、どの話の中でも、彼は常に大臣の構想に遅れを取らずに助言を与え、そして、彼が受け入れられるような推奨案へと舵取りしていたことが次々と語られている。また、時には、反対する見解をも採用し、少数意見も受け入れ、あるいは、一つの推薦案を丸々無視したとすらも認められていた。私は、調査の最初まで遡り、すべてをやり直さなければならないことを悟った。雄治天皇は、米国との戦争の布告に署名をしていた。それは、彼の意思には沿わずにされたものと言われていたが、戦争開始数ヶ月後の、近衛首相の退陣までに作成された記録には、そうした記述は残されていない。また、もし彼が戦争を差し止めようとしたならば、暗殺されたかもしれないとも言われている。しかし、こうした主張は、こじつけのようである。というのは、兵士も将校も全て、天皇のために死ぬ備えをしており、彼を暗殺するほどにかけ離れた日本人は、戦争に反対の西洋化した銀行家や外交官だけであったからである。雄治天皇は、1937年、軍隊を華北へ送る命令に反応した。これも後に、意思に沿わずに行われたものと言われ、また、その2ヶ月後には、鄙州、華南へ出兵する命令にも反応した。彼は参謀本部の躊躇した、軍国主義者の忠告に従い、華南の命令の執行を不本意に延期した。彼は、戦局を自ら掌握できるよう、皇居の中に、大本営を設置した。当時の首相が天皇のあまりな傾倒に苦言を呈しているように、彼は戦争計画に没頭するようになった。そしてついに、彼の叔父は、中国の首都、南京攻撃の命令を引き受け、南京のあるホテルに居を移し、彼の軍隊が、10万人を超える無防備の軍民双方の捕虜を殺しているのを傍観していた。それは、第二次大戦で行われた最初の集団虐殺で、この叔父が東京に戻った時、雄治は、自ら出かけて、叔父への名誉の勲章を与えた。それを遡る1931年から32年、雄治は、満州領有に許可を与えた。これも後になって、不詳のものとされたが、彼は、自らが代表する天皇の統帥機関により生じた企ての全的責任を負うことに躊躇していた、と当時の記録は明確に記録している。そして、再び、この領有が完了した時、彼はその実業者たちに勲章を与え、その大将を自分の侍従武官兼軍事補筆、補筆、天皇への助言者の首席にさせている。こうした明白な諸事実より、天皇雄治の行為と、後年、彼について語られた言葉との間には、大きな食い違いがあると結論づけうる。私は、資料文献を読みながら書き留めたノートの全てを見直し、かつ再考察し、日本の近世の歴史は、第二次大戦以来提起されているように、一部、参謀本部の逆情報専門家や、一部、
皇室取り巻きの上層部によって、戦争末期に捏造された幻想に巧みに由来している、と確信するようになった。こうした日本の表向きの物語は、何度も、すでに生じていたことがその結果に容易に引き合いに出され、論理的に逆転している。偶然な出来事や自然発生した大衆行動が、高官レベルで、それに先立つ数ヶ月、あるいは数年前に、実際に議論されていたことを、その時々の資料は、一度となく示している。天皇の主席政治補筆、内大臣、役中は、慣例のように次期首相を任命し、現職首相の職が危ういような政府の危機の際には、それに先立つ数週間、ないし数ヶ月間は、彼の特務期間と呼ばれた。そのやり取りは記録として残されてもおり、その中で内大臣は、続く2代の政府の組閣構成やその成果を、正確に見通している。役中、1885年、明治18年、内閣制度創設の時、宮中に設けられた重職。天皇の側近に奉仕して皇室、国家の事務について常侍補筆の任にあたり、御事、国事、天皇や国の範をなお増し、詔書、勅書、その他内定の文書、及び請願に関する事務を司った。1945年廃止。公備宴より、和訳者による、私は、姿勢を信ためて日本人の橋渡し役との接触を開始し、非公式に面会しては、私が読んだ裁判記録、日記、回想録のページに出没する、おびただしい、数の謎の人物について、その血縁上の詳細を尋ねた。その作業には手応えある反応があって成果をもたらし、未だ注意を必要とし、かつ、また意気的な事柄ではあるものの、逸話と具体例にはこと書かないものとなった。ただ、そうして描ける全体図は、蝶の羽のように繊細で、また商売女の寝物語のように確証を書くもので、油断のおけぬ、アイロニカルなものであった。それでも、私にとって、日本の戦前の閉じられた内部世界の実像を一見するものではあった。こうした面会は、まるで悪い夢を見ているかのような体験で、誰もが丁寧な口調で、しかも、秘密裏の話が永遠に秘された作望の暴露話には、その小姉が変わった。脚光を浴びる人物は、常に、背後で誰かが紐を操っていた。一人の人物が演ずる役割を分析していると、彼の行動は彼の言葉以上のものを、彼の交際相手や忠義心は彼自身の人となり以上のものを物語っていた。国家政策は、舞台裏のそのまた裏舞台で作られ、国民の意見は全くの拉違いであった。通常は、政党政治家や有力な企業家ですら、そうした、紐で操り影響力を行使する国家的内輪集団から排除されていた。国民大衆は、不法の衆以上の何者でもなく、こうした手法と筋力、そして、千年以上も使われてきた噂操作の世論形成システムによって支配されていた。戦前の日本についての理解は深まるにつれ、私には、1966年の日本社会にいることが、次第に居心地の悪いものとなった。1926年から45年までの間、すべての日本人に神として信奉された人物について、私は不敬な考えを温めていた。それに、私は、私を友としてくれている京都の多くの日本人が、戦時中の諜報員にも等しいことに遭遇するという、信じがたいことでありながら、危険に瀕しつつある自分を感じざるを得なかった。というのも、私は、京都での私の最良の情報提供者との最後の面会にあたり、彼らより、人目のつかぬ小さな喫茶店で行いたいとの申し出を受けた。また、私の米国からの郵便物は、所轄の郵便局長によって開封されたと記されていた。あるいは、私の荷物が神戸港で出港を待っている間に、南京強奪と記した2冊のノートとフィルム1巻が、私の6つの書箱から抜き取られていた。船は埠頭を離れ、私と家族が米国への帰国の旅に着いた時、私は、遠ざかりつつある日本の沿岸風景を眺めつつ、安堵と残念な感覚の入り混じったものを抱いていた。それは、私は見張られているという非抑圧感からの解放であり、また、私が執筆を構想する本が、私の生まれた国でありながら、再度、私をして歓迎されざる人物とするという、遺憾な感覚であった。私は、この度に、8冊の厚いルーズリーフのホルダーを携えていた。それには、932人の日本の指導的官僚と軍事管理の個人記録を刻んだカードが綴られていた。その他にも、乱雑に記録した2000ページのノート、雑誌100冊、日本人の日記と回顧録60冊、
そして、面会とその印象を録音した240時間分の磁気テープがあった。本国までの旅の途上、私は10日間をシンガポールで、5週間をオーストラリアで過ごし、こうした多量の資料にさらに資料を付け加えた。シンガポールでは、日本の占領軍が発行した戦時英語誌、SHONAN タイムズの完璧なファイルを読むことができた。オーストラリアのキャンベラでは、私は、親切にも閲覧を許され、第二次大戦中のオーストラリアの民間諜報記録、日本の戦後占領期にマッカーサー将軍へ助言を与えたはずの極東委員会の書類、そして、1946年から48年まで、日本の永久戦犯を裁いた11カ国連邦軍東京裁判の裁判長を務めたクイーンズランドの判事長であるウィリアム・ウェッブ卿のメモと手紙を読むことができた。終戦時、オーストラリア、ニュージーランド、そして中国の高官はすべて、有事天皇は日本の君主であり、日本の戦争責任者のリストの先頭に置かれるべきであることに同意していたことを、キャンベラの書庫で発見して、私には心を和らげられるものがあった。彼らは、その後、マッカーサー将軍の決定、天皇を国際法の下の戦争犯罪人とするより日本の復興のために用いる、私自身、これは賢明な決定と思うに従った。コネチカット州の自宅への帰途、私が持ち帰ろうとしている大量の未消化の資料の整理と解読を始めた。8冊の個人情報綴りから、私は日本の軍、九州、そして養殖についている官僚の壁に貼る大きな図を作った。日本人の人名辞典からはいくつもの九州の系図、逃げたを作った。日本の古い新聞や5613ページにわたる日本の高官の日記をもとに、日本の最も秘められた8125日間の歴史に関する秘別年表を作り上げた。こうして次第に、正反者と取り巻き部隊とを区別していった。そうした結果、ある特徴、つまり、年月を経るに従って確固とした地位を築いていく、派閥や秘密結社の存在が浮かび上がってきたのであった。数えきれない事件は、当初は、底知れない東洋的なものと思えたが、次第に、堅固で理性的なものに見えてきた。すべてが、有事こそ、まさに天皇であった、という点に収束し、私の明快で当然な見解を、さらに確固なものにしていった。逃げた、私は、日本語でも英語でも買って印刷されたことのない、皇室の生存者の完璧なリストという、前代未聞ものを作り上げた。第二次大戦中、日本人が天皇を神と呼び、多数の自殺者を生んでいる際ですが、西欧の分析家の誰も、天皇の叔父や重帝の召喚の経歴を調べ上げなかった。私の調べた確証から浮かび上がる天皇の姿は、公式の伝記に現れる姿とは、まるで写真のネガとポジのように異なっていた。私の見方では、有事は、献身的で、衰えを知らず、利口かつ最新で、そして忍耐力を備えた、卓越した戦争指導者だった。彼は、アジアから白人を追放するというその使命を、王祖父から引き継いでいた。だが、国民は無関心かつ後進的であったので、人々をそうした役務に駆り出すため、戦争の20年前から、心理的、軍事的に準備を重ね、巧みに操っていった。公式の人物像は、これとは逆に、有事を、魅力に乏しいところの多い、文化的な隠居した生物学者で、自らの公務は召喚や総督に委ね、そのすべてのエネルギーを穏やかに、キノコや小さな海洋生物につぎ込む人、と描いていた。それを私は、宮中の記者会見からいくつもの実例を見出してきたのだが、巧妙な神話の形成は、誤ったイメージの浸透を説明していたが、実像が大いに消え去ってしまうのではないかと、私を困惑させた。すべての国民や外国の報道関係者を、終始一貫して盲目状態に置くということが、私には信ずることさえ困難なことだった。天皇は、その衣服の質と美麗さを称賛する外国使節を含む全ての人々を前にして、本当に自身の裸を誇示することが可能であったのか？明らかに、彼にはそれが可能であった。というのは、1967年、明らかな現象が出現するのを目撃したからであった。その年の1月、私の調査が終わろうとしていた時、原書房という東京の小さな出版社が、戦時中の陸軍参謀総長、杉山元、はじめ大将が1940年から44年に書き留めた備忘録、杉山メモ、を出版した。これは、日本国家の最高位の軍事将校による歴然たる手書き資料である。
杉山は日本が降伏した1945年に自殺しており、彼の記録を装飾する機会はなかった。記録のほとんどは、無味乾燥な軍事的詳細化、さらに単調な軍事用語で満たされていた。しかし、そのうちのいくつかは、有事との会話の言葉通りの記述である。それらは、有事が、真珠湾攻撃の数ヶ月前、軍事的、経済的計画について、詳細な質問をしていることを記していた。それは、マッカーサー将軍が語ったという、有事が戦後将軍に告白した、1941年には全ての軍事的、経済的事柄については無知であった、という発言と真っ向から食い違っていた。最も驚くべきことは、1941年1月、対米戦勃発の11ヶ月前、有事が独自に、真珠湾への奇襲攻撃のフィジビリティ調査を命じていることを、杉山メモが記録していることである。それ以前では、欧米の歴史家は、少なくとも1941年11月までは、有事は真珠湾奇襲攻撃計画については何も知らなかった、と信じていた。1941年当時の侍従長、鈴木貫太郎は、戦後、有事は真珠湾攻撃計画については、それが実行されるまでは知らなかった、とはばかることすらなく記している。杉山メモはまた、有事は、真珠湾計画に、彼の公式軍事補室がそれを告知される丸6ヶ月前の段階で、参加していたことを明らかにしている。極東国際軍事法廷の連合分判事たちに提示され、また、先生の下での目撃証言や緻密な調査によって検証された証拠は、有事を戦争にまで引きずり込んだとされる、軍国主義者の誰もが、1941年8月まで、真珠湾計画を知らなかったと結論付けている。以上の私の発見は、したがって、歴史上の重要な前進である。これに相当するものは、戦時中の国務長官、ヘンリー・L・スティムソンの手書きのノートに新たに発見された、1941年夏、ルーズベルト大統領が、日本の攻撃の餌とし、アメリカ国民の第二次大戦への参加の理由とするため、真珠湾に老朽した軍艦を明らかに無防備なままに係留する可能性を調査することを命じたという、米国版のそれである。私は、そうした文献上の発見が、米国で作り出すであろう新聞一面級の話題となることを想像することができた。そして私は、杉山メモの出版への日本社会の反応を食い入るように観察していた。日本の大手紙は、いずれも社会面で、杉山参謀総長の文書が2巻の本となって出版されたとのみ報じ、そのどれもが、評論の解説も掲載していなかった。そうした影響で、米国の新聞は何も触れず、本書が1971年に出版されてニューヨークタイムズが言及するまで、有事の真珠湾計画への個人的関わりが報じられることはなかった。杉山メモへの沈黙は、日本では、今日においても、天皇に触れることは極めて控えられている事柄であることを私に教え、言語的、文化的ギャップにさらされている中日欧米報道関係者が、意図的に比されていることに気がつかないのも、あり得ることであった。こうした事象がよく見られることを知るにつけ、私のうちの会議は軽減されていった。そしてそれは1967年の夏のことであった。1930年代最後の反乱と暗殺について考察を終え、私は、有事がその多くに関わっていたと見る自分自身に、私は自信を深めていた。私はついに、自分の調査の新規で物議を醸しそうな部分の全てを述べ終わり、計30万語の一次原稿を完成していた。それは、一冊の本ではなかったが、私の手の届く限りの全ての証拠を検証した、一種の法的告発書であった。それは、全ての出来事が私の解釈に合致し、全ての歴史研究家を一貫して動機づけるものであった。私は、その一次原稿を1ヶ月の間、その意味の解釈を探るために、脇に放置しておいた。その緻密なページがもたらす物語は、不可解でもあり、新鮮でもあった。それは、日本的でも、アメリカ的でもなかった。その半分以上の情報は、かつて、英語では報じられたことのないものであった。またその趣旨は、有事は、軍事的命令に反応してその国を戦争へと導いたばかりでなく、彼の取り巻き集団を通じ、彼に反対する人々を、宗教的欺瞞、脅迫、暗殺を含むような東洋的策謀に巻き込むことにより、暴力的に沈黙させた、というものであった。私は、私が書いたことが、
欧米の日本専門家にもほとんど知られておらず、また、日本をよく知る人にすら新たなことであるとき、それが真実だとは、誰にも理解が困難だということを悟った。すなわち、そうした不信を取り消してもらうには、疑い深い読者に、多くの予備知識が与えられなければならなかった。例えば、未だに日本の天皇にまつわる古代の宗教的タブーや、1945年に至るまで日本の庶民は、ひ、ろ、ひ、とという音を口にしたこともなかったということや、1945年まで、日本の平民は、天皇の行列をほぼ路上にひれ伏した姿勢から覗き見する以外、天皇を見たこともなかったこと、あるいは、日本の宮中の侍従は、遠い昔より、国家の災い事への主人の確かな関わりを隠すため、手の込んだ物語を創作してきたこと、などなどである。神王という考えは、西欧世界では、数世紀前に記憶から消え去ってしまったもので、日本に駐在する西欧報道陣は、天皇家族についての情報のスクラップを、改めて組み立て直す必要も感じなかった。すなわち、彼らは、有事は象徴的存在だという形式的言い方を、すでに受け入れていた。というのは、彼らは、ビクトリア女王がそうした存在であった、立憲君主という考えを、予備知識として持っていたからであった。有事を扱った日々の直接的記録は、日本では1966年まで出版されなかった。そして最も重要なことは、マッカーサー将軍は、日本人の性格をアメリカ人の鋳型にはめ込んで作り直そうとする狙いで、1945年、天皇を利用することを決定し、そして、天皇を退任させたり追放したりせずに、ごまかしてことしたのである。こうした異様な状況を人に理解してもらうためには、数ページにわたりその詳細を描く必要があるだろうが、私の記述は、一般的な読者の目に触れる前に、散々に酷評されるだろうと予測する。わずか25年前、何百万人もの日本人は、万歳、つまり、天皇に万年の命をとの祈祷を口にしながら死んでいった。その日本が、1967年、国民総生産高において西ドイツを抜き、世界で第3位の国となった。1961年には、一人の強盗が皇居に侵入して天皇の首を切るという小説をある日本の雑誌が掲載したのだが、その後、その出版社は不敬罪を犯したとの理由でのテロ攻撃にさらされた。暴力団より雇われた愛国者たちは、その印刷工場を襲い、印刷機を破壊し、さらに出版社の自宅をも襲撃、使用人を殺し、妻を負傷させた。一方、その小説を書いた三文文士は姿を隠し、報道によれば、彼は密かにブラジルに移民したという。皇室の初めての本格的文書が部分的ながら出版され、歴史の見直しが始まった時期、それは私自らの成果ではないものの、私の日本裁縫の契機となった。この出版は残りの文書にも新たな着目をもたらすものとなり、ことに、私のようなものには一つの光明となり、そのすべてに一通り目を通した。この見直しは、有事自身によって手掛けられたものと、私は後に、一人の日本人外交官公館から告げられた。1963年の秋、出版を参上する宮中晩餐会が催された際、有事は、彼のテーブルに同席する著者たちに、広島の惨禍を乗り越え、日本の戦前、戦中の歴史の精神を再興することに取り掛かる時期であると示唆した。あたかも第二次大戦は、1946年には歴史的過ちであったが、もはや今ではそうではなく、日本の産業化の完成を急がせることとなった、前向きな政治手腕の一部であるかのようであった。1965年という年は、終戦20周年を期するとともに、1966年が、その戦争開始の25周年記念とでも言いたげでもあった。1965年に始まったこの歴史見直しは、極めて慎重に取り組まれ、主に知識階級を狙いとして行われた。私はその意味を、アメリカの人々に伝えなければならないと感じた。私は、日本人が当然と受け止めている感覚や動機、ことに天皇についてのそれらを、説明しなければならなかった。そして、私は、有事の生涯の暗部に迫って行かねばならず、状況的なものから、口頭及び文書による証拠や手がかりを発掘して行かねばならない使命を感じた。さらに、歴史とは連続しているものであり、私は、自らの解釈を、日本史の全体の流れにも適応すべきでもあったかもしれない。だが、私は、1866年から1911年までの時期について、
1931年から1945年までのそれと同等な見識を持っているとの自信はなく、私はその時代について何が分かっているのかと言わねばならない。というのは、これまでにそう問うたこともなく、かつ私の著書の内容は、それが20世紀について触れているほどに、19世紀とか17世紀とか、まして21世紀について関連しているのか、と問うたこともないからである。また、私は、有事を陰謀の首謀者として登場させるつもりである。だが、陰謀というこの言葉は、過剰使用と盲目的愛国心のおかげで、一般的には不信を持たれる言葉となっている。だが、国際軍事法廷は、日本人指導者に、侵略戦争への陰謀との判決を下し、1928年から1936年の間の日本を運命づけた少なくとも8件の主要陰謀を明白とさせた。また、陰謀は、日本文化においては、古くから、由緒ある地位に置かれてきた。戦前の日本の領土軍、植民地配属軍のことかは、公式に、謀略部と称する参謀チームを設けていた。私は、その連合国判事が判明させたリストに、さらに6件の陰謀を加え、それらのすべてを、有事を中心とする皇室が絡む陰謀とした。有事は、秘密裏に少数派に働きかけ、最初は日本を欧米との戦争に導き、そしてそれに敗北すると、その記録を隠蔽した。私は、私の著作のタイトルを、天皇の陰謀とすることに躊躇はない。私は、自分の調査に基づき、最も基軸となる出来事を選出し、それらを白日のもとに置いた。そのいずれにも、私は確証に足る情報を得た者のみを叙述し、読者がありありとしたものを感じるよう最大の努力を傾けた。もし、私自身の経験を通じた特定の時期のある光景が重要である場合、私はその光景の再現に努めた。つまり、ある人が吸うタバコの銘柄に注目していたなら、私は、彼がタバコを吸っていると記録する際は、その銘柄にも言及した。また、もし、誰かが指関節を鳴らす癖に気づいていた場合、どんな時に指関節を鳴らしたのか、それにもためらいなく触れている。また、日本についてすでに詳しい読者には煩雑さを与えるかもしれないが、私はいくつかの表現上の規定を置いた。日本人の名前についての困難と混乱を避けるために、識別の形容語を繰り返し付した場合も多い。そうすることにより、私は専門家といえども、日本史に登場する脇役の追跡に失敗することや、彼らの全体的な経歴の把握をし損なうことがよくあるのを発見した。私は、この本の最終原稿を執筆している1967年から1970年の間、私に面会を求めてきた日本人からも、いろいろと収穫を得た。有名な銀行家の息子、先導的な出版社、皇室の義理の家族、要職の外交官など、私は、こうした人々の訪問をここに期すことを誇りに思う。これらの人々は皆、有事に密着する助言者の友人や子供たちである。彼らは、ニューヨークでの日々を過ごしつつ、米国の自由を満喫し、人間関係の煩わしさからも解かれて、日本の最も有力な情報源以上にも、もっと快活に話を提供してくれた。私への情報提供を自ら名乗り出たのは、そのうちのただ一人だったが、私は今や、彼らの親戚や交友関係を詳しく知っているため、私は彼らからそれ以上のものを引き出すことができた。些細な質問への回答の中に、彼らは秘密を明らかにしているのであった。彼らは、私が必要だった。そして、重要なことだが、私は正しいと私をして確信させた。多くの補助情報を与えてくれた。彼らは、私の解釈に確証を与え、それは私を、アメリカ人が欧州の共産主義やファシズムに気を奪われている時代に、この私が東洋のイデオロギーの実像を提示しているのだと、勇気づけてくれるものとなった。欧米の歴史家は、日本人を描くにあたって、集団ヒステリーの産物という考えでもってあまりに凝り固まっているようだった。日本経済の記録は、そうした思い込みが誤りであることを示している。わずか一世紀昔の1868年、日本の経済発展は、1485年にヘンリー7世が王座にあった英国に相当すると見られていた。過去一世紀の変貌は、同期を逸した不可解な人々によって成し遂げられたのではなく、最も勤勉で知的な人々によってなされたのである。私は、これまでの生涯、日本人に異形とそれを知ることの喜びを感じてきた。日本の指導者たちが、欧米の指導者たちと同様に、
極めて賢い人たちであるということは、この著作の基本的前提である。1945年、連合軍がドイツを制圧した際、何百万ページもの国家文書が発見された。これに対し、連合軍が取り決められた日本の占領を始めたとき、戦争終結からまだ2週間しか経っていないにもかかわらず、アメリカ人の手に入ったもので、何らかの重要性を持つ文書は、日本人によって自発的に提供されたものであった。1937年より1945年まで皇居において天皇が議長を務めて行われた天皇本部の会議、議事録は、すべて焼却されたと言われている。陸軍参謀本部、海軍参謀本部、特攻警察のファイル類の大半も、同様であった。文献調査や資料のノートに、私は、1000冊の書籍や文書からの引用を残し、私にとっての情報の諸細目とした。しかし、そのほとんどは、個別の詳細あるいは洞察を提供するのみであった。百に一つが大いに役立ったのみで、百に二つほどは1960年以降に出版されたものであった。戦後、占領軍に移管された一次資料のうちで最も重要であったのは、日記であった。要職にある日本人のすべてが、脅迫や、日本の政界にあってはよく起こりうる事実無根の責任を負わされないために、公的生活についての記録を残していた。もちろん、こうした日々の記録はすべて、他人や後世の目を意識した中で書かれたものである。それらはいつでも、特攻警察の手によって押収され、裁判所での証拠とされるかもしれなかった。またそれらは、後に、無一文となった孫が出版しないとも限らなかった。そして、皇居の管理の場合、有事地震による挑発や気まぐれな閲覧にさらされる恐れもあった。用心深く書かれたこうした日記のうち、最も有力な議員によるの2つの日誌は、占領が始まって2年間の間に、アメリカ人の手に渡った。一つは木戸日記であり、内大臣を務め、1940年から45年まで有事の首席民間補室であった、木戸幸一公爵が書いたもので、1930年から45年まで起きしたものである。うち、10分の1に満たない部分が、弁護あるいは告発のいずれかの観点から翻訳され、極東国際軍事法廷に証拠として提出された。残りの9割は、現在、入手可能なものとしてある限りでは、1966年に東京大学出版局より出版されるまでは公表されなかった。それでも、この日記は、最も出来事の多発した日々が、突起事項なしとノートされており、不完全な記録のように思われる。アメリカ占領軍に入手された第2の日誌は、西園寺、原高い古録として知られるものである。これは、表面上は日本の最も著名な自由主義政治家、西園寺公、彼が91歳の1940年11月まで、天皇に代々の首相を指名するにあたっての助言をする役にあった、のノートである。ただ、実際は、この回顧録は、西園寺の政治秘書であった原田熊夫男爵、西園寺の部下として天皇の密使として動いていたゴシップ好きで陰険な便宜主義者、がまとめたものである。この、西園寺、原田回顧録の英語版は、25巻からなり、国際軍事法廷の弁護側が使用する目的で、1946年から47年の間に、自発的な日本人チームによって作成された。その翻訳は明文で貼るが不正確である。例えば、幾箇所かで、内大臣、天皇の首席民間補室、が内務大臣、警察行政にあたる内閣官僚、と訳されている。その日本語版は、1952年から1956年の間に、西園寺公と政局との署名の下で、8巻にわたって出版された。欧米の学術界に代わってそれを読んだ英国人学者は、明らかに通読したのみで2冊の本を書き、その中で、国際軍事法廷の弁護目的で用意されたその不注意な翻訳をもっぱら引用していた。1956年、この回顧録は、さらに、9巻のシリーズとして、限定版で再出版された。それは、原田のノートも含み、8巻が本文で、最後の1巻は索引となっている。これは大変有用である。私が知る限りだが、私を別にして、ほとんどの欧米学者は、この入手の困難で高価な第9巻を活用していない。戦争が終わって22年後の1967年、日本で2つのさらに重要な日記が出版された。その一つは、1931-1936 年の間に書かれた本庄茂大将の日記である。彼は満州侵略を指揮し、また、
侍従武官及び軍事補筆として有事に使えた。第二の日記は、杉山元大将のメモで、彼が参謀本部を代表して天皇本部に使えた1940年から1945年にわたって書かれたものである。これらの一次資料は、1970年以前には、いずれも、欧米の日本専門家には消化されず、また、欧米の学術雑誌にもさして引用されなかったものである。また、それらは、有事の軍事補筆らによる話を含んでおり、1946年より部分的に入手可能であった木戸や原田による2つの日記類を保管する貴重な資料である。これら、木戸、原田、本庄、杉山の4つの日記類は、1930年から1945年までの日本の指導者たちの最高の討議内容として知られるものの半分以上を含んでいる。それに加えて、私は、占領の初期数ヶ月の間にアメリカの諜報員が入手したほとんどの、警察記録、臨時記録、政党などの討議資料、軍事記録を調べた。また、私は、極東国際軍事法廷に、日本及び西側関係者により記録として残された、20万ページ余りの、証言、法廷手続き、証拠の書類に目を通した。私は、さらに、1940年代末から1950年代初めの間に、東京で発刊された暴露記事や追走録などの類をも洗ってみた。私はまた、一層の注意を払い、1952年の占領の終了以後、日本の報道機関が表した、およそ30万ページの、電気、再現報道、そして省かれていた文書の復元物などを調べた。そうして私は、ことに、多くのインタビューを元にした再現報道の中から、一語一語に注意して読むに値する数千ページの資料を発見した。私は、高い当局筋に関する資料、逃げたは二次資料として最重要なものであり、それは生地の一次資料より、はるかに正直にことを語っていると思う。また、戦争を生き延び、未だ生存している、有力な老人たちから口述で得られる情報も、価値あるものである。逃げたことに、退役した特攻警察少将、大谷健次郎、漢字名不詳による二巻の回想録、皇后の兄、弟の指摘出版による小冊子、退役した陸軍諜報部の田中隆義、漢字名不詳、中将による未発表の5000ページの大作、そして、室伏哲郎、高橋、正恵、藤島、大輔、島田敏彦、畑薫彦、小宅、総一、阿川、博、広、黒田、日坂、各漢字名不詳、による文献である。私は、こうしたすべての資料を、慎重に出張るが、徹底的に使用した。それらを扱うにあたっては、時間的前後関係と因果関係に高い信憑性を置いた。私は、古い新聞記事であるとか、日本人がついていた地位であるとか、個人記録にある記述、デートかといった、日本人の取った行動の論争の余地のない記録をことのほか重視した。私が表したニュアンスや説明は、ほとんどその全てが口述によって表されたものである。情報提供者の何人かは、匿名を条件としたが、それを求めなかった人もいた。幾人かは、私が彼らに会見したことを、全く秘密にするよう望んだ。現代の日本でも、あまりに自由に語ると危険をもたらすことがあるため、私は彼らとのそういう約束を守った。で、そのほとんどは、自衛隊の非政府職員である畑薫彦の行為によって提供されたものである。畑氏は、日中戦争史や、軍ファシズム運動史の著者である。ある60歳代の風変わりな家族は、私に英語で以下のように告げた。もちろん、貴君は私をたぶらかそうとしていると思う。貴君は私に何を言わせたいのかね。私は有事を子供の頃から存じている。彼は、戦争好きのバカロマンチストだったし、多分今でもそうだと思う。しかし、もう数十年もご無沙汰している。私は、自分の古い時代に乱されたくはない。もし、貴君が私の名前を挙げるなら、私が貴君には会ったこともないことにする。厳格な歴史家は、特権的な情報源に頼るようなことはしない。アメリカやヨーロッパの歴史を扱うにあたっては、それは正しい原則である。しかし、日本や、おそらく、すべてのアジアの歴史においては、特別の裁量が許される場合もある。東洋の大半のでは、公共文書という考えそのものが存在していない。欧米よりはるかに顕著に、国家の文書は、それを作成した者に属する。また、報道の自由という伝統は、深く根を下ろしていない。
金品譲渡に伴う文書契約においてすら、名誉をかけた約束という口頭の合意に代わるものでしかない。そうではあるが、この本の巻末に掲げた情報出典詳細を丹念に当たってみる労を厭わない白深い学者は、私の記述に、それぞれの文書化された日記やメモや自伝を出典とする、重大な事実を発見するであろう。私は、一次資料より明らかとなった事実や特色や動機についての私の見解に確証を与え、かつ、出来事の因果関係をできる限り正確に再現する、特権的な口述による情報源に、基本的な信頼を置いて生きた。それに、私は何も創作はしておらず、ただ、多くを組み合わせてきたのみである。私は、日本の歴史の日ごと月ごとの記録に没入することを是とし、それによって、私に、誤りよりむしろ洞察を与える、状況や意味合いについての理解を獲得してきた。私は、本書の執筆に、あまりに多くの人々の協力を得てきており、そのうちの誰かを、リストに上げ漏らしているのではないかと心配になるほどである。私はことに、エール大学のベンネック及び法学スクール図書館、同志社大学と京都大学の図書館、キャンベラの戦争博物館、スタンフォード大学のファーガッソン図書館、バージニア州アレキサンドリアの国立戦争資料センターの図書館員に感謝を表したい。私は、また、トーマス、E、フォーマンに、どの政府の内部、外部のいずれでも出会ったことのない、最も知識豊富な情報の非官僚主義的発掘者として、ことに注目を表したい。北川、博士、漢字名不詳、以下同じ、小泉晋三、ヘンリー、R、ルース、ダグラス・マッカーサー二世、そして父からは、特に、日本への扉を開く援助を得た。歴史家の畑薫彦は、彼が15年以上にわたって編纂した史的記録を、私に提供してくれた。退役した、田中、高吉中将は、未発表の5000ページの自伝の一部の拝読を許可してくれた。あ、そう、シゲル、レスター・ブルックス、ドン・ブラウン、ロバート、J、C、バトウ、蒋介石、オーキス・カリー、ウィリアム・クエイム、ジェームス・クローリー、グレース・フォックス、藤本和、伏沢、重蔵、フランク・ビブニー。ギガ、総一郎、橋本、広利、アーサー・ヒューメル、猪木、正道、井上、一郎、鹿島、銀次郎、鏡見出夫、川、また、吉谷、小林、吉明、小谷、秀次郎、松本茂次、森重吉、ウォルター・ニコルス、R、K、落合、小川、正男、奥宮、正武、大谷翔一、エドウィン、O、ライシャワー、佐藤、吉次郎、治清水、ロイスミス、杉上、立花、吉森、高橋、俊、高田、一太郎、高田、元三郎、田中、勝美、鶴見俊介、上村和一郎、エリザベス・グエイビニング、ウィリアム、P、ウッドワード、千歳アナが、は、すべて、私に、時間、親切、丁重な関心を与えてくれた。私は、原稿への助言や批判を得た以下の人に、多くを追っている、ヒレル・ブラック、ジョン・キューネオ、アラン・フレイザー、ローレンス・ヒューゴ、ピーター・レビット、エリザベス・ルーカス、マリー・ニューマン。私の妻には、生活を共にし、この6年間、各ページを一度ならずタイプしてくれた。最後に、私は、京都の僧侶や寺守り、4人の退役将官、3人の有事の侍従、そしてその所在を明かせない3人の有事の側近グループ員の2世たちに、ことさらの感謝を表したい。日本人の名前を表記するにあたっては、日本語による語順に従った。つまり、名字が先で個人名、下の名前を後とした。日本人以外は一貫しておらず、例えば中華民国の支配者、蒋介石は、英語風に解析しようと書いてしまうと混乱を生ずるので、そのままとした。西洋人名の扱いについては、現代の日本人は、中国人はそうしないが、名字を先にする日本風に改めている。そうした箇所では、読者は、名字が先で個人名が後の語順となっていることに留意する必要がある。日常生活では、日本人の成人男子の下の名前は、ほとんど使われないことが多い。たとえ親しい友人間でも、リムとかハリーとかと呼ばずに、ドーンズさんとかスミスさんと呼ぶ。さらに、下の名前の表音の仕方には、よく、独特の呼び方によるものがある。つまり、その人が子供の時、両親がどう呼んだかが正式の名であるが、成長してから、親しい人々でもそれを知らず、表記されたその漢字から、別の呼び方をする場合がある。例えば、戦時中の東条首相の場合、東条、秀樹、が正しい名前であるが、英語による日本人名辞典には、
登場、永久と記されていた。こうした孤独な英語の歴史記録に一旦残されると、ほぼ永久なものとされてしまう。例えば皇族の章で言う、ただ、早尾中将は、多くの他の本では、ただ、春、として知られている。本書の中では一貫して、人の名は、親によって名付けられたものを使うようにしている。しかし、間違いがあるかもしれないので、その場合は、あらかじめ、ここでお詫びしておきたい。最後に、私は本書をむしろ、ただ、単純で、古くからの問題に捧げたい。つまり、歴史は無目的な経済的、人口学的な要因によって決定されるものではなく、また、間違った大衆意識が演ずる役もほとんどなく、ただその責任は、第一義的に、政府の責務を専任して負う、少数の意図的個々人に返されるものである。小さな都市国家の民主主義や無政府主義の餌食となる外社会を別として、国民は政策立案には関わらない。政策を作る指導者たちは、その個人的な選手性を国の利益と合致させてしまう没頭した愛国者であると、私は見る。彼らは、ただ、困難を克服するためという場合か、あるいは、その指導者としての地位が信奉者の眼前で揺らいでいるとの恐れに駆られた場合のみに、信念を決してことに当たる。本書は、そうした自分勝手な信念を抱く指導者たち、自分自身を、個人としてでなく機関として捉える指導者たち、世界に稀な、中断されたことのない長い順調な国内的政治発展の歴史を持つ社会の指導者たち、について語るものである。